タギマチセカンドです。今日はね、韓国のコンビニ CU で買ったこの三角キンパブじゃなくて三角キンパン食べたいと思います。なんかこんなパックに入ってたからちょっと珍しいなと思って買ったら、よく見たらパンだった。本当に気づかなかった。しかもこれ中にねプルコギの入った三角おにぎりをイメージしたパンです。ちなみにお値段は1500ウォン、約150円でした。レンジで40秒温めていきます。すごい、肉まんの匂いがする。もうね、完全に匂いは肉まんですね。でやっぱパック開けてみるとパンっぽいですね。よいしょ。うわうわ、なんだ、本当に蒸しまんだ。プニュプニュ。じゃあ割ってみます。よいしょ、もう肉まんだな。この蒸したパンにプルコギが挟まってます。はい、じゃあいただきます。うん、もう普通に肉まんだ。おいしい。うん、結構一番端っこまで肉しっかり入ってます。うん、結構ね肉まんだった。本当に美味しかったです。なんか冷蔵なんですけど、電子レンジで40秒でね、ふわふわのねパンになります。絶対電子レンジで温めた方がいいですよ。このまま食べると多分パン硬かったです。最初触ったら温めてふわふわにして食べてみてください。以上、コンビニの三角キンパンでした。